皆さんこんにちは。 Z です。車庫長入れました。車庫長入れてどんなの変わるかテストです。しかもねこれ和ナンバーなんだけど、あんまり日本人向けに宣伝してないんだけど、はい、昨日の3時に第1号のユーザーがつきました。おめでとうございます。何人だったっけな、アメリカ人だったかな。レンタカーやるもんだね。いや動くんですね、すごい。多分今日ペーパル決済してくれると思う。レンタカーこれね貸すんですよ。別に日本人の人はもちろんいいわけですよね。貸すんですよ。だからドリフトはダメだよ。首都高をなんていうの、何がですか、ローリング走行ですか、狂った走りそういうのダメ。普通に乗ってくださいってことですね。普通に乗ってほしい。まあ法定速度プラス30キロぐらいはいいんじゃないかなと。まあ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 常識の範囲内でこのぐらいはいいよね。まあ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 、だって昨日だって鳴らししてる時60キロの道路で90キロぐらいで走ってたもん。走ってましたね。世の中それぐらいで流れてるんですよ。そういう常識の範囲で乗ってほしいです。いや結構チューニングカーが乗れるってすごいと思うよ。そうですね。ないですよね。しかもこんなピンクのド派手な車なかなか乗れないですからね。これスーパーチャージャーつけるからね。お。あ、じゃあさらにまたパワーアップするんですね。パワーアップするね、スーパーチャージャー。スーパーチャージャーつけると。360馬力ぐらいになる。速いっすね。360あるということ結構中速が出るんで、スーパーチャージャーは、意外と面白いと思う。意外と乗りやすいかもしれない。乗りやすいっすか。なんで咳込んでるんですか。コメントするのかと思ったら急に咳込んじゃった。ネオバ乗りやすい。この間と全然違いますね。乗りやすいネオバ。ネオバが乗りやすいんじゃなくて車庫長が乗りやすいんだ。だと違ってずっと姿勢が沈んでると思う。この間ぽよんぽよんしてましたもんね。ぽよんぽよんしなくなった。はい、ちょっと車谷に聞いてみようか。そうですね。車谷、車谷くん、姿勢がずっと下がった姿勢じゃない。お前見てなかったな今。見てませんでしたなんで見てねえんだよ何のためにお前いるんだバカ野郎。もう一回かっこいい走りを見せてください。やろ、もうできねえよできないってことはないでしょう。コロナでお前肺がいかれちゃってるから、もう咳が出ちゃって。コロナなんですか。コロナだよ、もう咳がもうすごいんだお前。コロナだよ。タイヤスモークでしょ多分コロナだろお前。いやだとしたら僕ここにね、やばいオミクロンだよもう完全に。オミクロンでもなんかもうゲワゲワしちゃったもう一回しかできねえぞと。ちゃんと見とけよ。はい、見とけよっていうか写真動画撮れよ。え、動画撮れよ。今そのカメラを今探してました。カメラ、あ、待って待って待って。けど車庫長入れるとこんな違うの？すごいっすね。車庫長入れるとっていうか、あれも車庫長だったんだけど、はい、ヤシを乗りすると楽しくなっちゃってる。イエーイ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 。一回しか走んないって言ったのに。なんか20年ぐらい若返ってません？ドリフトキッズになってませんでした今。めっちゃ乗りやすい。大丈夫ですか？めちゃくちゃ乗りやすいんだけどいい感じですね。これ車庫長のせいだよ。あ、元のがダメだったんですね。あれはほらボヨンボヨンしちゃってたじゃん。今ずーっと沈んでんだろ。沈んでます沈んでます。トラクションかかるもん。これ乗り心地よかった？あ、乗り心地よかったです。来るときなんか乗り心地もいいぞ。普段乗りにもいいってことですね。やっぱコイルオーバーいいね。これタイヤもいいですよね。タイヤネオバだよ。いいですね。09ネオバ最高なんだけど。いいですね。やっぱ09ネオバでしょ。ドリフトは。ドリフトは09ですね。09タイムアタック05ですね。そう。まあタイムアタックも09ネオバで俺59秒出すんだけど今年。ああ、今年の目標ですね。いや乗りやすいわ。うん、びっくりした。しかも煙もよく出ますね。これタイヤが煙出るんだね。まあでも後ろに乗ってるから煙も出るんだろうね。しかも乗ってる側煙出てる方が気持ちいいじゃないですか。気持ちいい。いいタイヤですね。っていうかね、すげえ角度もつくようになったよ。あ、後ろに乗せられるから、ね、そう、まだスペーサーも入れてないのに。もうこれでも終わりだね。完成ですか？完成だね。もうこの企画終了？終了ですか？ Z 企画できたっつって第2回とか第3回にして完成っていうサムネでバネを4キロにしてどうなるか、うん、まあ良くなるか変えてもいいですね。多分良くなると思うけど、うん、乗ってるのは分かるんだよ自分でも、はい、乗ってるのは分かるんだけど、もうちょっとシルビアはこういくかなっていう。そうですね、シルビアの方がもっと乗ってますね。なんか楽しい。楽しそうでした。楽しいわ。いや横乗ってても前回と全然違いますね。横に乗ってるのがお姉ちゃんだったらもっと楽しい。ちょい。ああ、ちょっと楽しさを阻害しちゃってるんですね。そう。ちょい。横に乗ってるやつがなんかいまいちね、スポイルしてるよね。せめてゼロでやってください。なんでマイナスなんですか。マイナス。いやマイナスでしょ。いやひどい。かなりマイナスだ。ひどい。かなりって。もう来ない方がいいまであるやん。いやいいな。めっちゃてかタイヤまだ山ある。タイヤは全然あります。ちゃんとネオバ取っといて。あ、はい、09って書いてある。全然違いますね。本当滑ってる時の姿勢が全く違いますね。っていうかね、はい、前はアクセル踏めなかったんだよ。はいはいはい。待ってたの。うん、今はアクセル踏める。踏んで旋回してる感じ。はい。前はこう待ちながら我慢して最後に踏むみたいな。うん。なんかそうなんだな。帳尻を合わせるみたいな感じだったのが、今は自由自在と。やっぱりよ、煙が出てるのは、はい、今は踏んで回れるんだよ。あ、待たなくてもいける。前はあそこら辺ずっと待ってたんだよ。はいはい、待ってこう調整してたんだけど、今は逆にこう踏んで旋回していく感じ。それで煙も出てる。なるほど。うん、楽しい。楽しそうでした。もう満足したね。俺おしまいですか？うんのに体力をちょっと。じゃあ午前の部5本で終了ということで。5本しか走ってないの？多分5本ぐらいですよ、走ったの。じゃあお前もうちょっと真ん中で取ってくれ。ああ、分かりました、分かりました。真ん中でちょっと腰はしてるんで危ないの回避できないかもしれないんでよろしくお願いしますそこまで、そこまで攻めないよこれ、このシフトもいいでしょ。いいですね。前はだってショートシフトみたいなのに重りが入ってった。あ、そうなんですね。この中にこれよく考えてるんだよ、このシリアル9は。してますね結構クラッチもみましたね。クラッチフルードのところに駅張りがすぐ近くに来てるんだよ。だからクラッチのパイプを断熱しなきゃいけないんだけど、それやるの忘れてるから、今ちょっとクラッチペダルが戻ってこなかったりします。いやでもこれでスペーサー入れたら相当角度つくぞ。切れ角も増えてってことですね。もっと耐えられるわけですもんね。今一瞬クラッチ踏んで角度を決めて、そこからまた踏んでる。はい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 。それがいらなくなるってことですね。いらなくなる。すげえよくなると思う。これは Z 買いでしょ。しかもネオバ履いてても馬力的には全然平気だよ。むしろネオバが最高にいい。Z との組み合わせが。Z との組み合わせ最高。これガレージある厚木って Z 買わなきゃまずいぞ大沼からは買わない方がいいと思うけど誰から買えばいいんだろう。違うやつから買ってあいつは評判悪いから俺と一緒でじゃあいいんじゃないですかマジで車高調変えただけでこんな違うの。もう買ったらもうマストのパーツですね。やっぱコイルオーバーにしなきゃダメってことですね。 Z を買ったらその車高調つけなきゃダメなんですね。そう、この間ついてた緑の車高調全然ダメだもんな緑の車高調。でもやっぱ車高調必要だね、Z ね。うん、そんだけ違うってことはあった方がいいですね。やっぱりそのコイルオーバー式にしないとダメだね。いやだってずっと姿勢がこうなってるから、はい、しかもこれ乗り心地最高だわ。フロントが22キロ、フロント22キロのリア5キロだ。結構すごいですよね。いやだってフロントダブルシボンだから22キロってだって11キロじゃん。まあまあそうですね。でも後ろもダブルシボンですよね。リアに関すれば。はい。いやこれ後ろはダブルシボンじゃないの。あ、そうなんですか。ストラットになっちゃってる。あ、そうなんだ。あ、そういうもんなんだ。これマルチリンクだよ後ろは。だからいやマジでいいわ。ね、この車高調もヤシオファクトリーで買えるんですよね。もちろんだよ、ヤシオファクトリー。最高。動いてますね。動いてるもんね。動いてます動いてます。こういうところで何キロ入ってんだろうね。そうですね。何キロなんでしょう。結構入ってそうですけどね。いやマジでいいよこのタイヤ。ネオバですね。ネオバ最高。最高だよこれ。しかも減らないっすね。意外と減らないね。バリバリです。これ全然丸1日。一本で楽しめますね。これはこの間ガレージRの厚木で喋ってた時の、なんかこうそうなのかなっていうところからなんか確信に変わったね。おお、 Z 最高だって。 Z 最高。車庫帳入れてコイルオーバーまで入れてもう車がまるで変わった。うん、もうこれはもう Z33 じゃない。あ、じゃないんですね。じゃない。もはや車が変わっちまったんですね。変わった。ニュー Z ですか、これが。これは、はい、ニュー Z3 号かな。3号。型式がニュー Z3 号だね。すごいっすね、足変えて。現行のなんか今巷でなんかバカが騒いでるあれなんかより全然いいね。口が悪い全然いいけど口が悪いいやマジだよ、これ本当にいいから後でお前乗ってみる。わかりました。ヤマトは乗っちゃダメだよ。わかりましたパイロンぶつけるからぶつけてないんだけどな知らないところに傷が増えちゃいますからね。本当にぶつけてないんだけどなちょっと飛ばしたらちょっとヤマトも2周だけだった。あ、本当ですか。2周だよ。2周だけ。はい、ドリフトしなくていいからぐるっと回るってドライブで徐行してきます。スイカ出して。この良さはね、乗ればわかる。なるほど。だからレンタカーして。いやでもレンタカーでドリフトしちゃダメなんですよね。いやいや、だから普通に乗るだけでわかる。ああ、なるほど。ドリフトなんかしなくてもってことですね。君の Z とは違うぞって街乗りから全然違うぞって。いつももうやっぱこういうの作んなきゃダメだよね。だからいつもは俺に Z パーツの開発を昔ちょっと委ねてたんだけど、結構 Z パーツの開発やってたの。いや今年はでも本当 Z33 暑いかもしれんな。まあ車が安いですからね。ですね。なんかそこはね、そこはなんか現実的な話をしちゃうとやっぱり100万円で買えちゃうってすごいよね。いやすごいですよ。今ないですよね、そういうパッケージ。さあ。ほら見て、このコイルオーバーね、バネ5キロ。本来だったらここのこのロアームの部分に、はい、ここにこう皿がついてて、ここにバネがついてる。そうするとレバー比の関係だともう内側にあればあるほど硬く感じるようになる。ああ、動きづらいってことですね。そう、動きづらいんでこっちに持ってきた方がよりそのリニアにバネが車高が動くということで、あ、なんだスピードマスターかで、アーム類は全部 GK テックにしてると。トラクションロッド、ロアームで、これがまあ闘魂をいじるためのバッチリ合うと思いますね。3本ね、そう3個。これもう全部ですよね。そうだよ。もうこれだけ、これだけは変えてない。ここもあるんですか。これはないんじゃない。あ、そうなんですか。これは別に必要ないんじゃない。これでほらツインキャリバー、これかっこいいですよね。かっこいいね、これね。ドリシャって感じですね。かっこいいね。これダブルイシボーンなんで、ダブルイシボーンということで、シルビアのストラット形式のバネと考えると倍の考えをするわけだ。硬いってことですか。いやいやいや、要するにストラットの10キロはダブルイシボーンの20キロっていうのが等しい。バネレートとしてってことですね。レバー比の関係でね、はい、だからこれは今24キロのバネがついてるんでシルビアでいうところの12キロっていうことだね、はい。でもまあシルビアよりこの車フロントは重たいんで、エンジンでかいからですよね。でかいから、だからまあ12キロと言ってもそんなに硬くはない。はいはいはい、そういう考えですね。ドリフト、しかもこのバネレートってグリップをするんだったら数字変わりますか。いや、あんま変わんねえと思うよ。ドリフトじゃなくてもグリップでもこれでいいんですか。だって俺1号であんま変わんないじゃん。ああ、そうですね。まあ原水のなんか俺4キロだからね、今日ね、タイムアタック言ってましたね。ただ4キロで走るとタイヤがこすって、はい、オレンジボール出されちゃうから5キロにしてるベタに当たって煙が出ちゃう筑波の職員もバカだからオイルの煙とタイヤの煙の見分けがつかないんだよここ筑波サーキットなんですけどねいや、筑波サーキットの職員もバカだとかって言うから、だってバカでしょ、分かんないね、そのぐらいお前分かれよ、お前プロなんだからよ回すよー。というわけで Z 車谷市場ですね。そうですね、初めて乗ります、俺これ。あ、そうなんですね。移動では乗ったことあるけど、うん、サーキット走ったことない。はいはいはい。やっぱロケットシートついてるとやっぱなんか雰囲気違いますね。さっき86乗ってたけど、うん、なんかもうチューニングカー感を感じるこの椅子だけども大事ですね、シートって。いや大事ですね、全然楽だし、絶対こっちの方ができるかな。切れ角少ないって言ってましたもんね。って言ってもあるはずですけどね。まずこれね、間違える、これシフトだと思ってサイドブレーキ引っ張っちゃいそう大丈夫です、ミッションはその下にいるんで。ここですね、ここです、ここですね。はい、CR9 のノブがそこにいます。できねえじゃん、失敗したじゃんまあでも1本目ですからね。そうですね、失敗したくなかったんだけどなでもね、力あるわ。おあ、アンダーでー、アンダーでー。これ難しいね、なんかやっぱ違うね、車が変わるとね。さっきまで86でドリフトしてましたけどね。これもやっぱシルビアとは違う動きをする。おお、これは Z なんですね、これは。そうですね、シルビアじゃないんですね、これは。Z33 ですね。Z35 か。よっと、こんなのやっぱ違う。なんでだろう。滑らないですね。なんでだろう。やべえ、迷宮入りしそう、これ。すげえ嫌な感じ。何が違うんだろう。これ下手くそなんですねこれ絶対に俺が下手くそ。そうなんですか。だって社長はさっき普通に走ってたじゃん。バッチリでした、さっき岡村さん。何速で走ったか知ってます？3か2だったと思いますよ。3だったり2だったり、基本3だと思いましたけど。3じゃない、絶対に3じゃない。2か。あ、監督来た。もっとサイド行ってよ。行けてないですか？ロックしてないですか？え？ロックしてないですか？全然、もっとガンとサイド行くんだよ。あ、わかりました。この油圧サイド素人すぎて、はい、加減がわかりません。結構引っ張ってるつもりでまだ足んなかったんですね。うん、わかりました。わかりました。もうバッチリですか。大丈夫大丈夫。なるほどね。うん。なるほどね。もうこれテイクいくつぐらいですか、これ。もう5ぐらいじゃない？今4分ぐらい経ってるんでテイク56ぐらいですね。マジ下手くそじゃん。たらすぐなんだ。そうですね。分かったらできますね。わー、すごい。できた。すごい。俺が下手くそすぎて。伝えられてない気がするだとしたら僕が乗るのは大変だな。ね、やっぱね、シルビアの出来の良さをちょっと俺はこれに乗って逆に感じた。ああ、そう。俺はね、うんうん。でも実際前回僕ちょっと乗った時に動画になってないんですけど、いかに4号機が乗りやすくできてたかっていうのは、そうやっぱね、ヤシオファクトリーのシルビア最高なんだよね。やっぱすごいですよね。まあ、これも多分 Z 界ではいいのかもしれないけど、うん、シルビアには勝てん。うんうん、シルビアの方がいいわ。まあでもまだね、2回目ですからね、走行、この車、ね、ここからまだまだ煮詰まってくるってことですね。うん、またこっちが煮詰まってないね、なるほどね、人間がね。車は最近社長乗ってたから、うんうん、できるのは間違いないんですよね。そういうことですね。こっちが対応できてないんですよね。はい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 。こっちのせいです。車は多分悪くないと思います。こっちのせいです。はーい。いやでもいいね。うん。いやでも十分沈んでるよ。あ、本当ですか。5キロで十分で、あれ4キロにしたらもっとダメだよ。あ、本当ですか。あれ以上沈ませちゃうとトラクション逆に抜けちゃう。いかにシルビアって素晴らしい車の中を俺は逆に感じました。いや、わかんないです、わかんないです。俺は Z もすごくいい車だなと思うんですよ。本当ですか。 GR86 も最高に乗りやすくて、やっぱこれが足んないですね。最近な、サボってるからな。車どうこうっていう前に、こっちが足らないですね。セックスに溺れてるから。溺れてないです。そこ情報ですか、それ。作ったんですか、今。車、全然なんかもうやる気ないじゃん。セックスに溺れてる。全然お仕事に溺れてます、今。だって、まあ、X ビデオとか得意だね。得意はおかしいと思いますけどね。林君よりも得意じゃない。林もかなり得意だね。X ビデオ得意とかあるんだ。はい。どうぞ。さあ、お疲れ様でした。お疲れ様です。いや、Z、やっぱり、俺が乗るとすげえ簡単に乗りそうにできるんだけど、お前できないんだよ。下手くそっすね。ちょっと己の下手くそ加減にちょっと俺嫌になりました、今日。お前ちょっと、車遊び少しお前散漫なんじゃねえのか、お前。散漫なんですかね。違うことやってねえか、お前。やってないです。一切してません。エロいこととかしてないか。してません、マジでしてません。してない。出会い系とか言ってないか。やってないです。やってないの。はい、腰はしたぐらいです。もうちょっと真剣にやろうぜ、真剣に。そうですね。ちょっと下手すぎましたね。山とかできないのはしょうがないとしても。お前もちょっとなんかちょっと恥ずかしいぞ。でも恥ずかしい感じでした。恥ずかしい感じでした。俺なんか Z は簡単にできると思ってたもん。いや、俺もその。すごいこれ乗りやすいよ、お前。いや、それを俺も表現しようと思ったんですけど、なんか俺が乗ったらやりづらい車みたいになっちゃってましたね。カットしといた方がいいかもしれないです。いや、これは一般人っていうあれでカットはしない。あ、カットはしないんですね。まあ、ヤマトのはカットするんです。あ、カットなんですね。あまりにももうちょっと見にくきすぎてもみたいな。ヤマトチャンネルに上がります。ということでね、本当になんかこう。ついこの間ボヨンボヨンのなんか足で走った時と比べるとなんかがぜんやる気が出てきたよ。どうなんのかなーなんて思いながらやってたんだけどいや見事に変身したわ。これでもうスーパーチャージャーを絶対つけるっていう確信になりましたね。まあ、次回は3月29日なので、あれ3月29日じゃもうスーパーチャージャーついちゃってるかもしれない。おー、そうですね。スーパーチャージャーつけて俺 HKS のレースでよ。ああ、ハイチャレですね。でもまたテクニカルの聞き違いが出ちゃダメだとかなバカ野郎が言うからとりあえずじゃあ3月29日までにスーパーチャージャーつけちゃうぞ。楽しみですね。でもスーパーチャージャーつけたらもう絶対ヤマトにも知らないでしょ。ぶつかっちゃうからですか。ぶつかっちゃうよ。間違いない。ガードレール請求しちゃう。助手席でカメラ回します。それが一番いいな。ということで次回はスーパーチャージャーつけちゃうぞ。Oh no.